皆さんこんにちは。コロナ禍の中でも大地塾に出席をいただきましてありがとうございます。今日は佐藤さんから直近の日露関係とですね、イスラエルとアラブ首長国連邦とは国交正常化の合意をいたしました。日本のメディアはあんまり大きく扱ってませんけども、私はこれは大きな歴史にですね残る合意じゃないかとこう受け止めております。こうしたことを今日佐藤さんからですね、佐藤さん一流の分析をしていただきたいなこう思っております。なお今新聞の中のニュースを見るとですね、アフリカのマリでもトイレでも起きてですね、大統領が辞任するなんていう動きがあります。マリといえばアフリカでは大きな国ですね、西アフリカ。これも私は大きなこの世界戦略の中でさまざま考えている大国等のですね、思うべきもあるものだとこう思っておりますね。まあそんな時ですね、そしてこのイスラエル、まさにこれ トランプ大統領がですね、大きな決断なりサポートなりですね、後ろ盾になっている私はこの UAE との合意だと思いますけどですね、こういったことはもっともっと日本の政治家なんかは真正面から捉えて勉強しなければいけないことじゃないのかなと思ってますね。そしてこんな世界の状況にもかかわらず、安倍総理が入院したことをですね、詮索している。なんとですね、穏やかな国なのかなと、悪く言えば能天気なのかなという感じはしますね。これ皆さん、人の健康のことを詮索しても始まりません。これですね、調子がいい悪いですね、これはね、ちゃんと、それなりの立場にある人が、何かあれば、堂々とですね、きちんとした表明はするはずでありますから、大体病院に行くとき、もし本当に悪かったら、私は人に顔を見せると思いますよ。裏から入れるんですから、堂々と言ったということは、なんでもないということなんですね。そこを考えなければいけません。私なんかも、大渕総理が倒れたときですね、これはもうちょっと大変なことですよ。それでもちゃんと分からないように、病院に入れてますから。それは政治なんです。表から言った調査、何も心配することないんです。それをですね、何かしらね、この大変だという話を面白いおかしくする。政治の世界というのはね、風邪ひいて倒れただけでも診断とありますから、休んだだけで。先生もなんか喉のポリープで、そうそう入院したときに鈴木宗男が倒れる最中、この音が言ってました。大体、そんなもんなんです。これは皆さんね、笑い話みたいな話ですけども、昔、栃木県中選挙時代、船田中、渡辺道夫、森山金次という3人の国会議員なんです。渡辺道夫先生が両方にいい顔をするわけですね。たまたま船田中さんが風邪で入院した。渡辺先生、早速、花束を磨いに行くんですね。で40度の熱で寝てたという船田中さんの耳元で、渡辺先生は、船田先生ご安心ください。森山金次が癌だそうでありますと言ったら、40度で寝てた船田中先生が、渡辺君ありがとうって握手したんです。今度森山金次がまた入院したら、また渡辺美穂先生は花束を持って行ったというんです。森山先生ご安心ください、船田中が倒れたそうであります、渡辺君本当かありがとうとやっぱり握手したという、よく渡辺先生がね演説でこの話、政治の世界でこんなもんだとお互いに、ね、党内で競ってたなんていう話もしてましたけどね。だから大体私がすれば、安倍総理は定期の検診に行った、そこで安倍総理の取り巻きなんかしたたかに病院に行った、大変だというやつが出てくるだろう、いやどういう状況かなと思っていろいろ詮索するのを見るだろう
おそらく総理の取り巻きのしっかりしたものなんかはね、調べてると思いますよ。誰ができて、誰が味方で、誰がいい加減かなんていうの。私はそういう、逆にですね、そっちの方が私は政治家としてはしっかりしてるんじゃないかなというような思いを持ったりしております。それでは今日佐藤さんからですね、さっき言ったテーマでのお話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずイスラエルとアラブ首長国連邦の話なんだけど、その前に今鈴木さんがマリの話してるでしょ。みんなマリと言ったら何考える？これピンとこないといけないな。マリと言ったら格差になる。どうしてかというとウラン鉱山になる。だからマリの統治ができなくなると、ウランが密輸出されて、それで核兵器勝手に作られちゃう可能性がある。それだからマリ情勢っていうのが世界で大きく扱われるっていう影の原因というのは、実はこれはウラン問題があるわけなんですよね。あと、イスラエルとアラブ首長国連邦が外交関係を結んだというのはものすごい展開だった。これ今までアラブの大義ということがあって、イスラエルはパレスチナを占領していると、アラブの大義に反するということなんで、イスラエルと関係を持たないということがアラブ諸国の共通の立場だってことになる。でもそれじゃ持たないっていうことで、エジプトがまず外交関係作ったでしょ。どうなった？サダムだけど暗殺されたじゃない。でその後今度はヨルダンだよね。ヨルダンの場合にはパレスチナの難民がものすごくたくさんいるから、イスラエルとの関係も大変だけど、パレスチナ難民問題ですごく深刻だ。それからヨルダンは自分の力ではそれを守りきれないんですよ。だからこれ事実上イスラエルを守ってくれてるわけ。そうするとこのエジプトとヨルダン以外にはアラブ諸国っていうのはアラブの大義があるから、みんなそれには従うってことが国際情勢を見てる専門家たちの常識だったわけ。でも今回その常識に反対してアラブ首長国連邦と外交関係を結んだっていうのは、これはトランプが見てる目っていうのはすごいリアルなんです。もうアラブの大義が弱まったってことがトランプだけには見えたから。それはいつ見えたかって言ったら、これは私も判断間違えてない。私も例えば宮田邦彦さんなんかも中東の専門家だけども、もしイスラエルにあるアメリカ大使館がテルアビブからエルサレムに移転したら第5次中東戦争になると本当に思ってた。それトランプがやるのはとんでもない暴挙で、その実際に移設を決めても実際には動かさないと思ってた。しかし本当に動かしたけども、実際第5次中東戦争は起きなかったし、パレスチナに異議申し立ても人がないつけた。トランプの判断は正しかったんですよ。ということはすでにアラブの大義ないわけ。そしたらアラブ首長国連邦にとっては何が重要？今世界的に油の値段っていうのが低迷してるでしょ。でもまだ余力割りなのかね。そしたらその状況のところでアラブ首長国連邦って結構教育水準が高いから、ハイテク国家にしてるんだよ。油をいつまでも売ってると、天然ガスを売ってるって感じじゃない。あとね、イランとの間では領土問題、島の領土一国の問題が抱えてるの。それからイランがものすごく今地域大国として大きくなってきて、なおかつアラブ首長国連邦の隣のカタールという国のイランが強い影響が向いちゃったと。その状況のもとでアラブ首長国連邦はイランと対抗するための後ろ盾が必要と。サウジアラビアだけじゃ弱いんだよね、今なんかガタガタしてるから。それだからイスラエルとカチッと組むことによってアメリカも完全に巻き込まれる。こういう計算でやっぱりアラブ首長国連邦それなりの計算してる。でもこれはトランプ外交の大勝利なわけで、民主党共和党問わずにこれをでかしたってこういう評価になってる。だから大統領選挙においてもこれでトランプかなり有利になったね。こういう状況だ。これは北方領土問題にもつながってくるわけなんですよ。なんかね、その領土保全法ができたら領土返ってこないとか、そういったこと
ども、今のまんまでロシアは構わないよね。だから少しでも隙間があったらそこに手を突っ込んでこじ開けようとするっていうのが、これが外交官の仕事なんですよ。これね、政治家の仕事じゃないの。どうしてかというと、そのどこに隙間があるかっていうのは、それはプロである外交官が分かる仕事なの。それは鈴木宗男先生みたく、長いことロシアやってると隙間がどこにあるか分かるよ。じゃあどこに隙間があるかって言ったら、そもそもロシアの今の憲法でも領土保全っていうのが決まってるわけ。大統領には領土保全義務があると。領土保全義務から必然的に割譲したらいけないのは当然なんだよね。だから領土問題って組み立てでやるんだったら、その意味においては難しいわけ。しかし今度は改正憲法でも国境確定交渉を除くと言ってるでしょ。これに関して日本は適用されないと言ってる人たちが、例えば議会にいるんだけども、ロシアの国家制度において外交は大統領の専管事項だから、議会で誰が何を言おうと関係ない。大統領が国境確定で日本を除外するとか、日本は国境確定じゃなくて領土問題とか言ってないわけだから、それは大統領の言うことだけ見てればいいわけ。そうじゃなくて、そういう議論を立てるというのは、やっぱりためにするための議論か、もしかしたら動かしたくないという思いがあるから、そういうことを新聞社書くとかね、これよくない。それで重要なのは、じゃあ議会の国際問題委員長の議長が言うことと、ここの駐日ロシア大使館のガルージン大使が言うことと違ってる場合、どっち信用するんだろう。これはガルージン大使だ。どうしたというと、外交っていうのは大統領の専管事項で、大統領の信任状を持って日本に来て、信任状を天皇陛下に贈呈して、ロシア連邦の特命全権大使として活動しているのがガルージン大使だから、ガルージン大使の立場っていうのはロシア政府の立場だ。そうすると、池上彰さんとのインタビューの中で、ガルージン大使が、日本側の、ロシア側の立場は、2018年11月 の、 シンガポールの、共同宣言がベースなんです。すなわち1956年の日ソ共同宣言に従って平和条約交渉を加速するのこういうふうに。で、日本側はまず領土問題を解決しろと言ってるけども、そこには平和条約を締結してから領土問題、それ以外の問題っていうのは解決すると、こういうふうに書いてるじゃないか。じゃあ順番が違うって言ってるんですよ、こういう話をしてる。池上さんが畳みかけて引き渡し条項っていうものも有効なんですが、それ有効ですって。そうすると、領土国に結節というのは、もう一回56年宣言の第9項4の修正、はい、ただし、領土の引き渡しは平和条約締結後、現実に引き渡すという、現実になるでしょう。というのは、現実に引き渡すということは、概念上の引き渡しは平和条約の段階でできているという、こういう考え方になっているわけですよ。これはね、交渉をトレースしていれば、どういう交渉経緯だったかという文書双方に残っているから、現実にという言葉がそこに入っているということはすごく思うよね。それは概念上の引き渡しはすでに済んでいるということだから、だからロシアが言う通りやれないんだよ。すぐに平和条約交渉を始めて作っちゃえばいいの。そうすれば作れば自動的に日本を引き渡さざるを得ないから、そしたらまたこういうことを言う人いるでしょ。引き渡しだって主権は引き渡さないの。こういう考え方がロシアになる。なぜならそこでは主権について書いてないと。これもね、ロシアが戦後現実を認めるって言ってヤルタ協定を主張したでしょ。ヤルタ協定というのは1945年2月12日にしたよね。それ日本はヤルタ協定秘密協定だから知らされてなかった。それでポツダム宣言を受諾して航空文書に調印して、翌年の1946年の2月11日にアメリカの国務省がヤルタ協定を発表したから日本は知ることになったから、日本政府はヤルタ協定が拘束されてないという立場だよ。しかしヤルタ協定が拘束されてないというのは、そこでのポイントになるのは、南カラフトはソ連に返還し、チシム列島は引き渡すってなったよね。引き渡すってのはペレダーチャってロシアもある。
1956年の日ソ共同宣言をね、歯舞丸本島色丹島を引き渡してペレダーチャになった。同じロシア語を使っていて、そこの引き渡しに主権が含まれていないんだったら、ヤルタ協定によって千島列島の主権はソ連に移転していないということになるから、これはロシアに非常に都合が悪いことになる。主権は相変わらず日本にあるということになっちゃう。だからこれは引き渡しに主権が入っているというのは、交渉になれば交渉経緯から認めさせることは簡単なの。だから早く平和条約交渉をやらないといけない。ところがそれの障害になる話が出てるんですよ。これ今出てるんだね。この歴史の教訓というすごいもの、失敗の本質と国家戦略ってやる。この本が出たこと自体が日本外交の失敗みたいなもんだけどね。これ金原信一さんって去年の9月まで内閣官房副長官を次官級のところで日本外交の戦略を立てた人だ。昔さ、私この人の本のことを批判したことあるんだよね。あの名誉革命の結果大憲章マグナカルタができたって戦略外交言論という本に書いてたの。これはね、明治維新の結果母性の意識国家ができたぐらい時代が違ってるわけ。これはすごい本だと思ってびっくりしたんだけどね。あと宗教改革がイタリアから始まったとかね、すごいあの独自説を展開してる不思議な本なんだけども、今回レベルが上がった感じなんですね、はい、皆さん、こういう意見を聞いたらどう思いますか。この本の136ページ、ソ連の対日侵攻は日ソ中立条約違反だった。そのことに憤慨する日本人が多い。しかしソ連にしてみれば、日本は不可侵条約を破ってソ連に侵攻し、千万単位のソ連人死傷者を出したヒトラーの同盟国ではないかと言いたいところである。戦時の中立条約など戦国大名の証文と一緒で、戦局次第では保護になるということである。室町時代の戦国大名の間では真偽よりも生存が優先された。負ける方に加担する国はない。負ければ敗戦国の領土はただの戦利品になる。こういうこと考えてて領土帰ってくるか。負けたんだから諦めろっていう話だよ。それは20世紀の第二次世界大戦と同じだ。こう言ってんだよ。こういう人が内閣の中心にいて、八千さんとかいう国家で国家安全保障局長をサポートして、ロシアのパトルシェフさんと交渉したら、まとまるはずなんかないじゃない、こんなこと腹の中で考えたら。だからやっぱり安倍外交がこの1年かなり まともになってきてるっていうのは、こういうなんか不思議な人がいなくなったもんだよね。それからね、すごい不思議な歴史認識してる。皆さん、1943年にさ、大東亜会議っていうのが行われたんだよね、東京で。汪兆銘首相とかね、南京国民政府の。これがすごく重要だと。誇るべき日本の歴史だって考えるんです。なんて書いてあるかというとね、外務省英米派の重鎮であり、欧米の外国界で尊敬されていた重光にしてみれば、広大なスラブ圏は力で隷属化して生存圏を拡大しようとしたドイツや、地中海帝国の夢を膨らませて北アフリカに進出したイタリアと、日本が統一されることは我慢できなかったのではないか。我慢できなかったんだから三国同盟なんか作んなって話だな。彼らは単に遅れてきた帝国主義国家である。確かに日本の大化21か条要求以降の対中政策は欧州帝国主義国家の沈黙に乗ったところがある。しかし重光は太平洋戦争で日本がアジアの欧米植民地に攻め込んだのは資源奪取のためではない、アジアの諸民族の解放という理想もあったんだということを歴史にとどめようとしたのであろうと。推定で書いてるけども、歴史専門家でこういったことを言ってる人一人もいないぜ。大義なくして始めちゃったから、取ってつけたように大東亜宣言ができたっていうのは通説的見解だぜ。そこのところを推定で
大東亜会議や大東亜宣言を作った理由は、ナチスドイツやファッショイタリアと日本は違うんだということを示したかったから、こういう陳説を唱えたって誰も耳にかかってくれないで、そもそもナチスの同盟国だったなんて話さ、積極的にしていい話なんて何もないわけだからね。それからね、外交はね、基本の思想でやらないといけない。基本の思想わかるんだ。日本人にとって絆や共生という言葉はわかりやすい。シャクソンはさらに進んで、生けとし生ける者の幸せを祈った。一つの宇宙の中には無限の宇宙があり、一つの宇宙は無限の宇宙に含まれるという基本の思想は、命が全て連関しているという絆の思想であり、日本人に深く染みついている。山口県北浦の詩人金子みすずは、蜂と神様の中で、蜂はお花の中に、お花はお庭の中に、お庭は土塀の中に、土塀は町の中に、町は日本の中に、日本は世界の中に、世界は神様の中に、そうしてそうして神様は小さな蜂の中にと歌った。根源的な自由は真実と愛から生まれる。だから自由は自ずから絆と共生を求める。善の悟りを慈悲を生む。だから前者は利己的な座禅を夜行禅と罵るのである。意味わかるか。蜂はお花の中に入って、お花か庭の中で、庭は塀の中にあって、塀は町の中にあって、町は日本の中にあって、日本は世界の中にあって、世界は神様の中にあって、神様は再び蜂の中にある。これ説明してアメリカ人、イギリス人、ロシア人、説得できるか。わけわからんじゃない。この基本の思想で外交を組み立てたら、要するに一言で何でもありですねってことだよね。これが基本の思想の外交だと。基本外交で、実際今の課題っていうのは、パックスアメリカーナを実現した米国の力は20世紀まで長くものがなかったから、地球的規模で工業が進み続ける今日、相対的に米国の力が縮小している。当たり前の話だよな。だからこそ国際的な協調が求められる。だからアメリカ見放して国際協調に行けっていう話だよな、これ。国益は個々の国によって異なるが、この前だな。それでも人類社会によっては共通の普遍的な価値観、原理原則が存在すると。これどういうの、この原理原則が共通の価値観、基本の思想だって。三つ星と神様ね、こういうような普遍的な価値観によって外交をやろうって言って、こんなもの通るはずないじゃないかと。それから領土は力だったら戦国大名の証文と一緒だからと。日本の外交官になるものは中立条約に違反したと。あの状況の時に日本はソ連が敗れそうな時に、もうモスクワ40キロぐらいまでにドイツ軍が来てる時に、我々は中立条約を維持して攻め入らなかった。だから大国戦勝記念日に招待されたら喜んでいけばいいと。ナチスドイツに対して勝ったウェロっては日本の功績が出なかったんだ。これはね、ミトロファーノっていう当時の地政学委員会の委員長が我々にアドバイスしてくれたんですよ。そういうふうに切り返せた。歴史の真実なんだ。監督へになったと言われたって、国境侵犯して入ってないんだから、事実として戦争仕掛けてないんだから、ここを強調してってミトロファーノが言ったんだけども、これ自由権の自民党の人だよ、ロシアの。だこれしっかりした戦略家だなと私は思ったわけ。なるほどと。だから大国戦勝記念日に日本が勝利されたのか、勝利したの、これは中立条約侵犯でソ連が日本に攻めてきたことは別の話なんだ。日本は中立義務を守ったから、海洋戦でソ連が勝利したわけだから。だからそのお祝いのところに行ったって、日本が約束守ったからですねって、いやいやって話で全然心配しない。ところがこの人が言ってるように、戦国大名の証文を問われてた。戦国大名なんて証文をすぐ無視するようなやつってのはあんまり尊敬されないぜ。そういったことでこうやって痺れちゃうようなもんだね。それこれさ、日本国内じゃほとんど読まないんだよな、みんな。だって変だもん。でもちょっとびっくりして、どこの大学の先生今やってんのかなと思ったら、ね、もう同志社大学特別客員教授、うちの大学も同
うしてるのかなと思ってるんだから、困ったことないのか、どうもね、ここだけなんですよ。新聞記者と政治家から聞いた、多分鈴木先生も聞いてると思う。最高裁判所の判事待ちしてるんだ。この人が最高裁判所の判事になったら、しびれちゃうね。それから近隣諸国はこれ読んでるのかな。こういう人を最高裁の判事にするのかということで、俺が外交問題にしようとしてるんじゃないよ。おのずから外交問題になるんじゃないかと思って心配してるだけ。普通はね、最高裁の判事待ちしてる人は本とか書かないの。余計なことを書いて、そのポストが降ってこないかもしれないって、こういう危険性がある。あ、なんかね、やっぱり華厳の思想で、いろいろと外交を考えてるわけなんで、常人の知恵では理解できないような行動を取るわけだ。そうするとやっぱり外交としては怖いよね。予測不能だから。だからすごくやっぱりね、なんか変なことが起きているなって感じがする。最近私にとっては個人的には一番ショックな出来事でした。でもね、新潮社がこの本出したことは感謝しないといけない。今まで戦略家だって話があったんだけども、歴史についてはめちゃくちゃな本たくさん書いてあるのも、外交戦略について書いた本は初めてなんだね、これが。それで頭の中で何考えてるかっていうのをこうやって文字になったわけで、これやっぱりすごいしびれちゃう、こういう感じになった。そうすると申し訳ないけども、八千さんっていうのが国家安全保障局長で大変な戦略家だったっていうんだけども、知恵袋がこの方だったっていうことが、八千さんの国家戦略ってもどういうものだったのかなっていう、こういう感じが最近し始めてるわけね。だ、心配なのよ。だって考えてみてよ、自由と繁栄の子なんてやれる？西ヨーロッパと手握って、イスラエルとトルコと手握って、インドと手握って、東南アジアと手握って、韓国と手握って、日本が中心になってよ、ロシアとイランと中国を同時に封じ込めるなんてできるか、そんなこと。やっぱりどう考えても古代妄想か。だから古代妄想だとしたら、その考えてる頭の回路の問題があるわけだよね。あるいはできないと思って言ってるんだから詐欺師だから。やっぱりその古代妄想を持つ人とか詐欺師とか外交戦略組み立てない方が一般論としていいと思う。そういう意味において、この夏非常に日本の外交のあり方とか今考えないといけないなと。それから安倍政権も本当やっぱりこういう人がいなくなって、この1年間の外交、そういえば厳しい状況でも現実主義的な外交をやってるなっていうのは、やっぱりすごい人が去ったっていうことが大きいのかなとも思いつつ、非常に複雑な思いですね。私から以上です。先生、この本おめでとうされました？いや、まだ佐藤さんから説明を受けただけです。かなり先生しびれますよ、これ、はいはい、やっぱり今までの外交官出身者の会でもちょっとレベルが違う感じですね。そうですね。佐藤さん、その華厳の思想が出てくるだけでも驚く驚かしい感じします。ただ間違いなくこれ外務省の中核中枢にいて、しかも官邸の中枢にいた人ですからね、これ本当に華厳の思想だってどう説明して。いや、それからともう一つは、中立条約審判だったのとともかくとしたと、そんなものは負ける方に使われるわけではいないと、戦利品として分取っちまったのが普通なんだっていう、第二次大戦でもそういうことなんだって言ったら、こういうことを日本政府の交換が言い始めたら領土返ってきますか？いや、もう全く話にならないと思ってます。だからロシア外務省だってそこまで乱暴なことは言わないわけですね。だからこれなんかロシアの右翼からの本読んだのかなと一瞬思ったんですけどね。はい、皆さん、せっかくですから佐藤さんに聞いてください。ちょっと私が佐藤さんですね、はい、今月後のこれ文明春秋にですね、はい、ロシアのガルジン大使が池上彰さんと対談してますね、はいはい、私はガルジン大使はきちっとロシア外務省、はい、いわゆるプーチン大統領の考えをですね、正しく説明されていると思いますけれども、いかがでしょう？その通りだと思います。それから非常に上手な表現をしていますけれども、
外国人は日本の味方ですね。ちゃんとシンガポールの、シンガポールボーイが生きてるっていうことと、56年宣言の歯舞署から引き渡し情報も、それは現在の有効だということははっきりと言ってますから、これは大使の立場としてることですから、これはやっぱり、立派ですね、この対応っていうのは。それとも別に言わずもながらことが黙っててもいいんだけども、ロシア本国からは、お前なんでそこまで踏み込むんだって言われてると思うんですよ。しかし、それはやっぱりガルジンに対しては日本との関係を改善したいと、やっぱり本気を持ってるからでしょうね。だからこれはやっぱりガルジン大使っていうのは非常にいい大使がここにいるなと。あ、もううちの大使こういった話にしてるんですかね、コースキ大使。全く伝わってきません。あるいは我々に分からないようにして重要なことだから、密かにロビー活動をしていて、我々がマスコミには察知されないようにして北方領土返還に向けて大きな動きをしてたかもしれないですよね。インテリジェンスの社会っていうのはね、全く何もやってない時とすごく上手に工作活動してる時って見た目全く一緒なんですよ。よくわかんないですね。でもなんかやってるっていう形跡はほとんど伝わってこないんですよね。不思議な感じがしますよね。はい、三谷さんどうぞ。何なりとも質問ですけど、それでどうぞ。あれ、皆さん、佐藤さんが話されたイスラエルとアラブ諸国連邦とのこの歴史的な合意、これは分かりましたね。あるいはトランプ大統領のイニシアチブというのも理解されたんじゃないかと思いますね。鈴木先生、ちょっと海軍省と海上法が回ってるんですよ。なんか英語版の一枚ちょっとぐらいの情報で、今後のロシア戦略みたいな名前書いてなくてですね、はい、それでとにかくこのロシア、プーチンは返す気はねえか、うん、それが何もしねえのが一番いいと、はい、それと同時に取ってつけたように、この原田親彦さんって政府代表だったんですけど、対ロ関係が全然進まないんで引き取ってもらった人がいるんですよ、うん、この人が何でも今度の欧州局長の小山智彦さんという人は自分が育てた人間だと。それだから小山には安倍政権は1年で潰れるから何もするなと言って伝えてある。なんかこんなね、解情報がついてなんか文書に今回ってるんですけど、先生なんかそんな話聞いたことあります？はい、今まさに佐藤さんが言った話は私も聞いたことありましてですね、これはある団体での、所属する人らにある団体というのは、これ外務省の OB の人がやってるですね、研究会があるんですけども、ね、そこで、話されたというふうに聞いてますね。やっぱ袴田茂樹教授とは一枚噛んでるんじゃないかっていうような全くの推定ですよ。しかしその紙は袴田茂樹さんが持ってるんじゃないかっていう感動するんですよね。それよもや上山さんがちょろちょろ原田に飯を食わしてもらってへいへいなんて言ってることはよもやないと思いますけどね。でもちょっとね、なんかそういう話がぐるぐると回ってると心配、気にする人がいるかもしれない。まあそれ小山さんの将来も差し障りになるんじゃないかなと思ってちょっと気になるんですけどね、最近起きたことは。いや佐藤さん、ちょっとどこじゃないんじゃないでしょうか。私大きな気になる話だと思いますね、うん。それからね、これも報道ベースで質問主義者も出てますよ。安倍一次政権の時にですね、西田恒雄さんという外務審議官がいたんですよ。それで安倍総理は少年探偵団だとかね、世耕はバカだとかね、こんなことを、ね、言っていて、それが週刊誌に出ちゃった人がいるんですよ。そしたら質問主義者が出て、世耕氏はバカかっていう質問主義者が出て、バカではないっていう閣議決定があって、そういったことがあったんですよね。この西田さんと原田さんと今パキスタン大使の増田さんというのは悪の三太といってタラつくんで、対ロ関係をストップさせようとしてるっていうことで非常に有名な人なんですよね。それどうも最近その石破さんの勉強会に
袴田さんが言ったりとか、それから西田さんが石破さんのことに出入りしてるっていう話が聞こえてくるんですよね。なんか清掃の国北方領土を使って安倍政権の逆打ちをしようと考えているような人たちがいるんじゃないかと少し気になってくるんですけどね。これ外交っていうのはやっぱりね、水際で止めないといけないんで、こう戦争に外交のを使うっていうのはこれはかなり最低の政治家によることを私は思ってるんですよね。なんか先生そんな話聞こえてきません？いや、聞こえてきますね。これ皆さん、今佐藤さん、西田、原田、松田、まあ、俗に言う悪の三田、いわゆるその日露関係を動かしたくない、北方領土問題解決をさせたくないという流れを持っていらっしゃるんですね。この今この原田松田というのはキリギスで皆さん日本人技師が4人出してあるのを知ってますよね。覚えてる人いませんか？もう今から22年前になりますけれども、4人とも無事帰ることができました。この時も佐藤さんは大きな役割を果たしました。でもう一人高橋宏というこのはまさに中央アジアの専門家でですね、これタジキスタンにいたんですけども、非常に情報、佐藤さんも同じこの情報を共有してですね、もう一人も犠牲者だとまた気がすることなくですね、4人とも返してもらったんです。これにはまたプーチン大統領も大変な協力をしてくれたものです。当時またプーチン大統領は大統領にならないで首相の時でした。シンガポールのエペックの時ですね、これオブシソリからプーチン大統領も情報をお願いしてですね、そして情報をもらってですね、助かったんですけどね、まあ、その後の流れの中で、ね、この西田さんという人は国会答弁で鈴木宗男は領土問題よりも経済だ、こういう答弁して私が大変な窮地に追い込まれているんですね。それ以上でもそれ以下でもないみたいないい加減な話されましてね、私は本当にこの人間としてね、この人は日本の代表で最後は国連大使まで行くんですよ。だから、まあ、このそれだけ人材がないかと思うぐらい腹立たしいですね、存在の人ですね。だから悪のサンタというよりも私は人間としてこれ許せないと思ってね。それはラオスはですね、島よりも海なんです。生活かかってますから。だから私はラオスの皆さんは島よりも魚なんだと、海なんだと、経済なんだと言ったら、そのラオスを取っちゃって鈴木は島よりも経済だと言ったと、こういうねすり替えです。私はこれだけではもう許せないというかね、まあ当時私に置かれている状況が終わって、そしてそれまた中には今度私はぶん殴ってもいないのにぶん殴られたなんていう鏡なんていうのが出ましたけどね。ただこの鏡なんかも私はその人の死というものに対してはね、厳しい言い分しますけども、これだけはですね、ぶん殴ってない人の証人がたくさんいるんですよ。それでもね、抜け抜けと当時の外務省の裏目なんていう官房長に嘘話したりしてね、そのまた国会でね、鈴木宗男にぶん殴られました。世の中の人は、いや、鈴木のやり取りしないなら、こんなことになっちゃってね、ここでまた私は大変な、不利な状況になっちゃったんですね。いや、だから、殴ったのかと、大変って話してね、公務員っていうのは、その刑事事件っていうのを見た場合は、告発義務がありますからね、そんなの訴えなきゃいけないんですよ、もし本当にやったんだったら。じゃあ、なんで訴えないんだって話ですよ。本当に変な話。それからね、西田さんね、新聞記者たちがすごく嫌がってた。なんかもう外国人がサーブするようなバーとかに行って相当使って最後のところになって支払いの直前になるとね、混乱があるからって言って新聞記者を呼んで払いをさせるって言うんですごい嫌がってた。それその話をしたらね、別の新聞記者がうちをもっとひどい目に遭いました。どうしてかって言ったら、ウイスキー飲みすぎてわけがわからなくなっておもらししちゃってぐしょぐしょになってると。それで、わけのわかんない話、人間としてると。それ、これで日本外交大丈夫ですかと言われて、それで、私は大丈夫じゃないでしょうと答えたんですけどね。そういう点で、やっぱりスキルが結構でかい人なんですよ。
だからそれは新聞記者呼びつけて腹に全部やらせるっていうのも普通恥っていうのはやらないし、それから人前でおしっこ回すっていうのもなかなかおしっこ回すまで飲むっていうのはそういう人少ないですからね。だからそういうやっぱり結構ユニークな人なんですよ。これは決して誹謗中傷じゃなくて、私自身がもう本当にあの確認したことで、私が確信していることですからね。西田さん、名誉毀損で訴えるのでどうぞいつでも受けて立ちます。刑事でも民事でも両方受けて立ちますと、こういう話ですけどね。でもなんでああいう人たちってスカイパーフェクトに行くんですかね、顧問で。これも多分企業秘密だと思うけども、私が側聞しているところだったら2000万円ぐらいだと思う。今の原田さんがスカパなんだな。だからこの辺のところはね、外務省と総務省、昔の郵政省でどういう取引したのかよく分かんないんだけども、結局はそれ利用者の料金に跳ね返ってるわけですからね。あんまり良くないなと思うんですよ。だから私はね、スカパ見ないでね、ネットフリックスでアマゾンプライムでスカパでね、時々いいのやってるなと思ってもね、あの原田さんと西田さんの顔が浮かんで彼らの禁止になってるかと思うと嫌だなと。それよりはネットフリやあのアマゾンでまだ返しに流れた方がいいこういうのこれはもう個人的なその思いですけどね。やっぱりそういうような人たちってやっぱりいるし、結構生命力があるし、お金稼ぐ力あるんだよね。それからさ、壊すのは簡単なの。作るときは本当にまだにちょっと出会えてると、もうこっちの方だってロシア人だし、いろいろいろがあるんだけどさ、頑張って少しずつ窓開けてって交渉しておこうと思うんだけども、蹴っ飛ばしてひっくり返すのはあっという間だからね、すぐにできるからね。だからやっぱり壊し屋っていうのはそれがいいよね。思ったこと言ったら、ああ気持ちよかったとか言って、それでもしょうがないもんね。それ何かあったら基本の人とかがさ、わけわかんないからね、わけわかんないからみんな近く来ないもんね。あの先ほど佐藤さんが話題にしたこの歴史の教訓を書いた金原さんで、この方はちなみにあの皆さん方もよく覚えてますよ、田中真理子さんの秘書官やったから。あの当時外務省は秘書官、じゃあそしたら田中真理子さんの思想的な影響を受けてるんですかね。田中真理子さんの影響を受けてるのがこの結婚の思想とかよく分かりますね。そこまで田中さんの信頼がなかったと思うんですよね。だからまたすぐクビになったわけですからね。当時外務省は10人ぐらい秘書官が落ちたんです。黙ってても 2,3 人すぐクビになるだろうというふうに、はい、だからあのその中でやっぱり一番よくやったのは今のモスクワ大使の光月さんです。この秘書官、田中さんの指輪なくしたったらね、あの部屋中探してることはなかった、自分のポケットまで指輪を買ってきたという有名なお金しようなんですけどね。これやっぱり余裕がいいから大使と長くやってますよね。だからまあまあそれぞれタイプはあるんですけど、外務省は田中真理子というやっぱり政治家はあの稀な政治家だと思ってますから、秘書官2人や3人がボタンと思って10人をしてたそのうちの一人ですね、この彼は。確かに山口の出身なんですね。そうです、あの、うん、教師が死んだから金子美鈴が出るんでしょう、うん、だからあの逆に当時あれ小泉政権だったもんですからね、安倍今の総理が副長官ですから、だからそういった意味ではなかなかあの矢部氏も考えた配置はしたと思うんだけどですね、あのこの本見て今佐藤さんの話聞いて驚き驚きの本ですね。いやだからやっぱり違う、やっぱりシゲレシアですよ。なんでこういう人がそこまで行ったのかっていう、むしろそこですね、問題は。何かどっかで、これはもう本当にあの日本の教育システムとか、外務省の中のキャリアシステムとか、その全体の構造的に何か問題がなければ、こういうことは起きないはずですから。あと今の韓国はいろいろ問題あると思うよ。しかしさ、こういうこと言ったら韓国と喧嘩になるっていうことを言ってるわけなんだ。これね、皆さん必要なゲリラ運活動などなかった、独立運動も直ちにモメンタムを得るわけではない、日本支配の下で領庁の閉塞した
伝統的儒教社会と決別し、朝鮮の近代化と経済発展に尽くした人もいた。封建的な身分制社会から抜け出して近代日本の下で自己を実現しようとした人たちもいた。世界の植民地支配を比較して日本の植民地支配が格別に残虐だったということは単純に事実に反するって言ってるんだけども、保守派が喜びそうだけどさ、植民地支配の残虐さの客観的な指標ってないからね、こういうことを言っても通用しないよね。それからさ、さらに朝鮮半島では欧州植民地に見られるような奴隷制農場経営や奴隷的刺激による鉱山開発が行われていたわけではない。欧米人の植民地経営のようにモノカルチャーのプランテーション経営で伝統的な社会構造、経済構造を破壊したわけではない。逆に日本は台湾や満州の場合と同様、朝鮮半島でもいきなり重工業化を目指したのである。このような植民地支配は世界に類例がない。だから感謝しろって言ったわけだよね。これ、外交の現場でやった場合には喧嘩売ってるのかって話になるよね。だからそういうような歴史観を持ってる人は、でもね、これは必ずしもね、いわゆる保守派の歴史観とはまた違うんだよ。満州事変は完全に間違いだと。アメリカとは仲良くしないといけないと言ってるから、なんか一貫性なくてねじれてるなって思って。で、中国と本気で喧嘩しようとしてないわけ。だから強いのと喧嘩しないって、なんかそういうような思想が透けて見えるわけだよな。それから、軍の悪くて外務省は正しいっていう、こういう二分法もあったし、なんかね、ポジショントークの塊みたいな感じだよ。だから読んでて気持ち悪いな。だから今の朝鮮半島だったら保守派の人で一部喜ぶ人がいるかもしれないよ。しかし外交交渉をやってて、この前まで徴用工問題でやってた人がこのスタンスでやったらまとまるものもまとまらないって。だから僕はびっくりなんだよね。これやっぱりこういうスタンスでやったんでしょうね。やっぱりやめてこうして書くのに残す仕事がやっぱり一番頭にあったわけでしょうね。だからこれは まとまるわけないですね。それはまとまるわけないです。あ、そうそう、それでね、韓国より北朝鮮の方がいいって言ったそうそう、韓国より北朝鮮の方がいい。だからよっぽど韓国との、彼韓国に赴任してたことあるんだけど、よっぽど韓国嫌だったんだね。ちょっと待ってね、これやっぱりすごいね、北朝鮮の方がいい。面白いことに金日成が実力で日本に勝ったと教え込まれている北朝鮮人の方が日本に対して屈託がないように見える。韓国初代大統領の李承晩は反日を核に据えて新生韓国のアイデンティティとして構築しようとしたが、その後朴正煕大統領は朝鮮戦争の荒廃からの脱却、日本との関係強化を目指した。そのために反日の機運が抑え込まれ、韓国の日本に対する感情はかえって鬱してしまったように見える。朴正煕時代だったらかなり反日強かったわけ。だからそういったようなことで、北朝鮮の方が実力で勝ったと教えられてるから屈託はなくて、屈託がないんだから、これ日本の外交の最高責任者がそう言ってるわけだ。これ韓国人聞いたらどう思う？何を考えてるのかっていうかね、これ韓国で様々な問題があるけども、大統領は民主的な選挙で選ばれてる国だし、自由主義経済の国だからね。北朝鮮と政治体制全然違うわけだから、これやっぱり訴状になさる北朝鮮の方がまだマシだなっていうのは、これやはり日本の外交官って
西側の外交官としてあってはならないような話だよね。だびっくりする。すいません、久しぶりに怒ってる。これは本当に何か。はい、どうぞ。